雪印メグミルク雪印乳業、雪印乳業株式会社は、かつて存在した、乳製品を製造、販売する会社である。2009年10月1日には、日本ミルクコミュニティと共に経営統合の上、設立された持ち株会社、雪印メグミルクの子会社となったが、その後2011年4月1日には、日本ミルクコミュニティと共に、 雪印メグミルクへ吸収合併された。雪印乳業本社1925年創業。かつては牛乳、乳飲料などの購入事業をはじめとして、バターチーズなどの乳食品事業や育児品、アイスクリーム、冷凍食品、医薬品なども手掛ける総合乳業メーカーのトップであり、グループ全体の連結売上高が1兆円を超える巨大食品グループであった。 しかし、工述する二度にわたった、不祥事発覚後は、入食品事業以外の各部門を分社化し、バターチーズマーガリンの製造を主な事業とするようになった。この入食品事業部門は、その後もシェアが一位であった。車掌は、雪の結晶の中に、北海道を象徴する北極星を組み合わせたもので、ある。スノーブランドとしても知られている。営業上の本社は、 東京都新宿区本州町13であったが、陶器場の本店は札幌市東区苗某町6丁目1の1であった。雪印、メグミルクでは以下の9冊を発行している。1955年に東京都で学校給食に使用された脱脂粉乳による集団食中毒事件が発生した。前年、北海道薬膜町の工場内でたまたま停電と、 機械故障が重なる日があった際、原料乳の管理が徹底されず、長時間にわたり、原料乳が過温状態にさらされたことから、溶血性ブドウ球菌が大量に増殖したと考えられている。また、前日の原料乳が使い回されるといった、ずさんな製品管理も重なり、被害が拡大したとされる。2000年の6月から7月にかけて、 雪印乳業大阪工場で製造された乳飲料によって近畿地方で集団食中毒が発生した。食中毒の原因は北海道広労群大気町にある大気工場で製造された低脂肪乳の主原料だった脱脂粉乳製造時の停電事故による毒素の発生にあった。2002年にはハムソーセージなどの肉製品の製造・販売を行っていた古会社 雪印食品による雪印牛肉偽装事件が発覚した。雪印グループ全体が会社存続の危機に立たされ、事業全体の再編成を余儀なくされる結果となった。さらに、雪印食品から発生した問題は、日本の農畜産業に内在する不正因特体質を暴露する結果となったり、グループ創業の地である北海道の農畜産業までもが、 存亡の危機にまで追い込まれるなどしたため、単なる食品メーカー一社の不祥事では済まされなかった。支援企業については、国内外から候補が上がったが、諸葛官庁である農林水産省の意向で国内企業を主体とすることとなり、主に農協系が主体となって、経営再建の支援をすることとなった。各事業部門ごとに他社との提携、分社化により再編された。 現在では、雪印乳業の入食品部門のほか、日本ミルクコミュニティに移管された、雪印コーヒーなどでも、雪印ブランドが使用されている。雪印食品の北海道早北工場は、その後、春節サブールに移管された。他は、旧、雪印製品であっても別ブランドとなった。日本ミルクコミュニティ、農協、全楽連を参照のこと。 は別会社に関されたもの。他多数2011年4月1日に、同社は、雪印乳業とともに、雪印メグミルクへ、吸収合併された。他多数雪印乳業のべ、工場同内同外同内動画イマークは、雪印グループ名義で提供していた番組。北海道を代表する企業であったこともあり、各種スポーツに力を注いでいた。特に、 日本アイスホッケーリーグに所属するアイスホッケー部やノルディックスキーの実業団チームであるチーム雪印は数少ないウィンタースポーツを代表する企業スポーツ部としてなお知られた。また、雪印は全日本実業団対抗駅伝の常連チームと言われていた陸上競技部も所有していたが一連の不祥事に伴うスポーツ活動の撤退に伴い、 チーム雪印以外は2001年にイ部となったに、以降。唯一残ったスポーツ部となるチーム雪印は他の多くの個産企業チームが撤退する中で選手の雇用や競技のスポンサーなど積極的な支援を続けていた。その後、雪印めぐみ力への再編に伴い、雪印めぐみ力スキー部へと解消した。ありがとうございます。